アメリカ合衆国副大統領、アメリカ合衆国副大統領、アメリカ合衆国副大統領、バイスプレジデントオブザ・ユナイテッド・ステイツ、略称、ベッポタス、通称、VP、b p v i p BIP は、アメリカ合衆国の行政府を代表する、第2位の官職である。大統領が死亡、辞任、免職などによりかけた場合は、 副大統領が大統領に昇格する合衆国憲法修正25条第一節。事故、病気などにより大統領が一時的に職務遂行不能になった場合は副大統領が臨時に大統領権限を代行する。副大統領による代行がなされた実際の事例は大統領が手術を受けるに際して明示的に権限を一時、異常したケースのみである。 憲法修正第25条第3節の規定では、大統領による反対申し立てがあった時点で大統領が職権を回復する。同条第4節では、一応の意思表示には、支障がない大統領が精神的な責任能力を失ったような場合を想定し、副大統領と閣僚の過半数が申し立て、議会両院それぞれでに、三多数による承認議決があれば、 大統領による反対申し立てがあった場合でも副大統領が大統領権限を代行することを規定する。大統領のなしろとして儀式に参列したり、外交上の切除や表敬訪問を行う職務も大統領から都度委ねられる。副大統領はまた上院議長、プレジデント・オブ・ザ・セネートを兼務し、可否同数の場合のみ均衡を破る一票、議長決裁票。 対ブレイキングボッツを投じる。議員規則により議論に参加することはできない。旧来は実際に上院本会議の議事を主催していたが、今日では議事を主催することは稀である。現代では通常の議事進行を上院仮議長代行が行う。1960年代初頭までは日常的に上院本会議の議事進行を司さっていた。 副大統領に上院議員出身の者が圧倒的に多い一員もここにある。しかし、第二次世界大戦終盤の1945年と、冷戦中の1963年に、ハリー・トルーマンとリンドン・ジョンソンが次々に大統領に昇格するという事態が起こると、以後の副大統領にはもっぱら、控えとしての存在が求められるようになり、 その結果ホワイトハウスに出入りして閣議に出席することの方が日常的となり上院本会議の議事進行を行うことは稀となった。国家的な儀式としての重要性の高い議長職務は今日でも副大統領自身が務める。大統領の一般教書演説などが行われる上下両院合同会議では会議長と共に共同議長として会員本会議上議長席立つ。 また、大統領選挙の選挙人投票結果は、各州より上院議長としての副大統領に送付され、両院合同会議で副大統領自身の議事進行により集計、認証する。この際、副大統領自身が大統領候補もしくは副大統領候補であっても、それを理由として任務を上院仮議長等に委ねることはなく、 自らの得票数と当落を最終的に認証する立場になることも多い。上院の改選、補欠選挙、あるいは補欠選挙まで務める議員の任命が行われた際、議長として本会議で議員の着任を宣言し就任先生を取り仕切ることも副大統領が自ら行う。副大統領職は創設以来長らくは官職であり、初代副大統領のジョン・アダムズが、 人類の作った最も不要な職と嘆いたほどであった。政府の政策への関与は小さく、ハリー・トルーマンは副大統領から大統領への昇格時に初めて自国の原爆開発プロジェクトの存在を知らされたほどだった。大統領補佐官たちのオフィスがホワイトハウスのウエストウィングにある大統領、執務室と同等に設けられているのに対し、副大統領府が ウエストウィングから小道を挟んだ別島のアイゼンハワー行フビルに設けられているのは象徴的である。しかし近年では行政権の肥大化によって過重になった大統領の職責を分担していく傾向にあり、1993年に就任したアルゴアは通信政策や環境政策などを担当した。さらに2001年に就任したディック・チェーニーは当初より将来における 大統領選への不出馬を表明し、実務担当を公言して、ホワイトハウス入りし、オフィスもウエストウィング内に構えた。2017年に就任したマイク・ペンスもウエストウィングに執務室を持つ。皇帝は1974年により、アメリカ海軍天文台内に設けられた。4年ごとの大統領選挙の年は、年明けから各州で予備選挙や党員集会が行われ、 春過ぎ頃には大統領候補指名を獲得するために必要な全国党大会大議員の過半数または大多数を得た候補が明らかに言ってくる大統領候補指名の獲得が確実になるとその候補は夏の全国党大会に先立ってランニングメイト、ランニングメイト、伴走候補ともと呼ばれる副大統領候補を発表するただし大議員獲得数が 複数の候補間で大きく割れた明らかな本命がいない場合には、党大会における大議員投票で実際に大統領候補を選出して指名を行うまで副大統領候補も決まらない。大統領候補が正式に指名されると、その候補は自分の副大統領候補を正式に発表する。こうして大統領選は本番を迎えるが、副大統領候補となったものは、 多くの場合、知名度で大統領候補に大きく引けを取るので、選挙戦の前半は、文字通り大統領の伴走者として二人三脚で、各地を転戦し、顔と名前を売ることに努めることとなる。大統領選挙は、形式の上では、間接選挙であるため、十一月第一月曜日の、翌日の一般投票日に、有権者が票を投じるのは、それぞれ特定の、 大統領候補と副大統領候補のペアへの投票をあらかじめ制約しいる選挙人団に対してである。したがって大統領候補と副大統領候補の一般投票での得票は同数とみなされ大統領候補が当選すればその副大統領候補も当選者となる。制定当初の連邦憲法では各選挙人は2票を投じ最多得票の候補が大統領。 得票数2位の候補が副大統領となる規定であった。しかしこれは政党単位で争われる選挙にはなじまないため、1804年6月発行の憲法修正第12条で大統領候補と副大統領候補に対する別個の投票を行う制度に改められた。選挙人による投票で過半数を得た候補がない場合、 副大統領は副大統領候補の公得票者2名から上院で選出される。このように固有の職務を担う複数の候補が組み合わせとして単一投票の候補者となっていることをチケット、チケットという。通常副大統領候補には大統領候補と支持基盤、政策、キャラクターなどが異なる人物が選ばれ、大統領候補の弱点を補完することになる。 大統領候補と副大統領候補が夢の組み合わせのような場合には、これを特にドリームチケットという。再選出馬の場合は、現職副大統領が引き続き指名されることが一般的であるが、フランクリン・ルーズベルトのように別のものを指名することもある。また、ジョージ・マクガバンのように一旦指名された伴走副大統領候補を交代させた例もある。副大統領が 大統領昇格、死亡、辞任、免職などにより欠けた場合は、大統領の指名と上下両院の過半数の承認をもって、新副大統領が就任する。二度の例があり、いずれも共和党所属の大統領が、民主党支配の両院の同意を得て、中道寄りの共和党員を副大統領に指名した、事例である。憲法修正第十二条は副大統領に、 大統領と同様の資格を求めており、生まれながらにしてのが衆国市民であり、通算14人以上が死臭国に居住する、35歳以上の者に副大統領としての資格がある。また憲法修正第22条は、大統領の参戦を禁止しているが、大統領を2期務めた者が、その後副大統領になることができるかどうかについては、憲法に規定がない。一般に、 憲法学者は、修正22条が禁じているのは、大統領に3回以上選ばれることであって、大統領職を3期以上務めることではないので、大統領を2期務めた者が、その後副大統領になり、さらにその後大統領に昇格して、もう1期務めることは、憲法上は可能だとしている。二千年の大統領選挙では、共和党のジョージ・ W ブッシュ候補相手に苦戦が、 予想されていた民主党のアルゴア候補に対して伴走候補に退任を控えたクリントン大統領を推す案が取り沙汰さた。さめやらぬクリントン人気をもってすれば勝利確実のドリームチケットと期待する向きも多かったが脱クリントン職を願うゴア候補はこれに乗らず結局副大統領候補にはジョーリー・バーマン上院議員を指名獲得票数では物資を上回ったものの 選挙制度の関係で敗退している。大統領が死亡や辞任などでかけて、副大統領が大統領に昇格した場合、前大統領の任期が残り2年以内であれば、その後の大統領選挙に2度挑戦できる。つまり、アメリカ合衆国大統領は最高で10年できることになる。ただし、憲法修正第22条によりこの制度が導入された後に8年を超えて、 大統領を務めた者はいない。憲法修正第12条で、選挙人はいずれかの一票を自分とは別の州の住民に投じなければならないと規定されているため、政府大統領候補の集積が一致していると、当選は不可能ではないしてもハンディキャップを負うことになる。2000年の大統領選挙では、共和党の政府大統領候補の集積が共にテキサス州であったため、 同等副大統領候補のディック・チェーニーが以前住んでいたワイオミング州に有権者登録と運転免許登録を移したことがある。この選挙では両候補ともテキサス州から得票している。プロテスタントの白人、抗議のマスプ男性が選出されることがほとんどであるが2008年にはローマカトリックの白人男性であるジョー・バイデンが当選した。 プロテスタント白人男性以外の二大政党、指名候補としては、カトリック白人女性の、ユダヤ教徒白人男性のジョーリー・バーマン、プロテスタント白人女性のサラ・ペーリンがいる。現職大統領が再選を目指す、大統領選で副大統領候補を差し替えたことは、過去に6例を数えるが、そのうちの4例までが事実上の更迭となっている。いずれも、 在任2期8年を務め上げている。2018年12月現在、副大統領は退任後も、儀礼上は副大統領の接遇を受け、ミスターバイスプレジデントと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。